ラマン・アレクセイ・イエビチ・イエレメンコは、ソビエト連邦を、モスクワ出身の元フィンランド代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは MF。生まれは、モスクワだが、3歳からフィンランドに移住する。父は FC ディナモモスクワ、FC スパルタクモスクワで活躍したアレクセイ・エレメンコ、シニア。兄のアレクセイ・エレメンコ、弟のセルゲイ・エレメンコもプロのサッカー選手である。 2004年に FF 野郎のトップチームに昇格すると7月29日のミリコスケンパロ47戦で途中出場し17歳でベイカウスリーがデビューこの試合では父アレクセイと共にピッチ上で共演した9月18日の FC ラハティ戦でリーグ戦初ゴールを記録する2005年7月セリエ A のウディネーゼカルチョへ5年契約で移籍 野郎の選手として、歴代最大の契約となった。2005から06シーズンは、プリマベーラで過ごす。2006年9月10日の FC、メッシーナ戦で、スタメンに起用され、リーグ戦デビューとなりフル出場、セリエでプレーする4人目のフィンランド人となった。シーズン前半戦で6試合の出場に止まったため、2007年1月31日に、AC、 シエナ駅原限付き遺跡。途中出場を中心として11試合に出場し、シーズン終了後にウーディネー帰還した。10月には、クラブとの契約を2年間延長。しかし2007から08シーズンから新監督に就任したパスクアーレマリーノの下でも、出場機会に恵まれなかった。2008年8月に、ウクライナの FC ディナムキエフへ買取オプション付きの、 ローンで加入。ユーリー庶民監督のもと、8月31日の FC メタルルフドネツィク戦で後半アディショナルタイムに、ミロシュニンコビッチとの交代で移籍後初出場。9月17日には、UEFA チャンピオンズリーググループリーグのアーセナル FC との一戦で、フル出場を果たし、欧州の舞台でもデビューを飾った。 9月21日の FC チョルノモーレツオデッサ戦で、前半9分に先制点となる遺跡後初ゴールを挙げ、3から0での勝利に貢献する。12月10日のフェネルバフチェ SK 戦では、自身初の CL でのゴールを記録、この試合唯一の得点を挙げた。シーズン終了後に、オプションが行使され、ディナモキエフと5年契約を締結した。2009から10シーズンは、 リーグ戦26試合出場1得点を記録。以降主力としてプレーし、公式戦合計100試合以上に出場。リーグで1回、スーパーカップで2回の優勝を経験する。UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、決勝トーナメントでは、最多となる6アシストを記録した。2011年8月、ロシアプレミアリーグの FC ルビンカザーニエ4年契約で、 遺跡。遺跡金は1300万ユーロと報道され、これはフィンランド人として過去最高額であった。また、兄のアレクセイも同時期にルビン火山へ加入している。2014年8月25日、PFC チェスカモスクワへ4年契約で加入。2014から15シーズンには59試合出場19得点を記録し、 三度の月間最優秀選手や年間最優秀選手に選出された。2016年11月18日、同年9月の UEFA チャンピオンズリーグ2016から17のバイエル・レバーク前戦後に行われたドーピング検査で禁止物質のコカインが検出されたとして、UEFA から2年間の出場停止処分を受けたと報じられた。 2018年8月9日、フルスクスカの宿敵であり、実定セルゲイが所属する FC スパルタクモスクワと契約を結んだ。娘の誕生日にちなみ背番号26のシャツを着用した。2019年1月18日、実刑アレクセイの出身地のクラブである FC ロストフと2年半の契約を結んだ。3月16日のフルスルビンカ山戦では、 残り10分で2得点を挙げにから0での勝利に貢献。6月14日、クラブとの契約を4年間延長した。2020年6月には、同僚5人とともに新型コロナウイルスに感染し、チーム全体が隔離措置となった。2021年2月23日、家庭を優先するため、クラブとの双方合意により契約を解除した。 各年代のフィンランド代表としてプレーする。2007年6月6日のユーロ2008予選、ベルギー戦で、ロイ・ホジソン監督の元スタメンに名を連ね、A 代表デビュー。フル出場を果たし2から0での勝利で飾った。2010年3月3日に開催された、国際親善試合、マルタ戦で、同点弾となる PK を沈め代表初ゴールを記録。 試合を振り出しに戻すと2から1での逆転勝利に貢献した。ありがとうございます。